はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。爬虫類大好きおじさんリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはエイリアン、冥界、レプテルスあたりのギミック触ったことありますか？これね、あの僕このデッキね、あの幹部会のメンバーに教えてもらったんですけど、めちゃくちゃバックアドバンテージ稼げるんですげー楽しいですね。これ何ができるかっていうのを先に説明しておくんですが、ですね、爬虫類族を5枚サーチして、で、5枚ドローできます。要するにですね、あのデッキからね、カードをね、10枚引っ張ってこれるっていうね、すごいコンボですね。10枚ですよ。デッキからカードを10枚引っ張ってくるっていうのが激ヤバコンボをね、今日はね、お見舞いしていきたいというふうに思っております。これどうやってやっていくかっていうとですね、レプテルスのモンスターを使っていくんですけど、まずレプテルスラミアっていうモンスターですね。これ真空召喚に成功すると、相手のフィールドの攻撃力が0のモンスター全部破壊して、デッキからカードをその分だけドローするっていうカードですね。で、イキドゥーナは、リンク召喚に成功したら、表側表示のモンスターの打点0にするという効果と、自分のメインフェーズに相手のフィールドの攻撃力が0のモンスターの数だけ、デッキから爬虫類族を持ってこれると。いう効果があるんですよ。まあ一応爬虫類族しか出せないよっていう縛りあるんですけど、その後ね、エキドゥーナの効果使って、まあ攻撃力が0のモンスターの分だけめっちゃサーチして、でその後にレプティラスラミア出すと、その相手全部っ破した後にまたドローするっていう、なんか意味わからんコンボができるんですよね。これはね、今回やっていきたい。で、これね、どういう風にやっていくかっていうと、要は相手の盤面に攻撃力0のモンスターを用意すればいいと。いうことで、今回使っていくのは、まあ、よくね、ワンキルとかで使われてる、この究極原神、アルティミトル・ビシバールキンっていうモンスターですね。レベル8以上で同じレベルの、中南と中南以外のモンスターを墓地送ると、こいつエクサデッキから出せて、で、こいつが、いると、メインフェーズにお互いの、フィールド上に、お互いのフィールド上に同じ数だけ、邪神トークン、邪眼神トークンとかいう、これを出せるんですよ。これが、攻守ゼロなんで、これめちゃくちゃ相性がいいんですよね。レプティレスとか、ラミアの、まあ、こいつを出した後にレプティレスエキドゥーナーとかを出せればもう5枚サーチ覚醒しますし、こいつを出せれば5枚ドローが確定するってことですよ。だから初動でこいつを出していくっていうことですね。で、このギミックをですね、成立させるコンボが、これ一番初動でいきましたね。今の一番初動ですよ。すごいでしょ。スネークレインまたは冥界の檻塗るっていう、このどっちかがあれば、初動で一番初動で動いていきます。展開の方法はね、動画の中でやってるんで、そっち見ていただければと思うんですけれども、まあ、他のギミックをね、一応説明しておくと、まあ、このカードたちを使って初動を動かしていくんだけど、まあ、その他にも例えば、冥界神オグドアビスとかいう、これ墓地から出てないモンスターを全部パスするっていうモンスターで、まあ、一応なんかアーゼウス亜種みたいな効果を持ってますとか、あとそれからエイリアンですね、エイリアンキッズとか、こういうモンスターが入ってるんですよ。でエイリアンは結構抑えめになってるんですけど、これね、何がしたいかっていうと、5枚ドローして5枚サーチした後に相手の場面を完全に制圧します。これどうやってやっていくかっていうと、この空バサミゼロールっていうモンスター、これが制圧効果持ってまして、まず A カウンターを置く効果があるカードをリンク召喚に成功したら持ってこれるっていう効果、これで持ってくるのをちなみに、惑星汚染ウイルスっていうモンス、カードなんですけども、これ持ってきて、でこいつが、フィールドゾーンに存在する限り、モンスターゾーンに存在する限り A カウンターが置かれている相手のモンスターが守備表示になって効果を発動できないと、まあ、リンクモンスターは守備表示になりませんが効果は無効になります。なので相手のモンスターの効果が全部無効になるんですよ。相手だけスキルドレインみたいな感じ、イメージ的には。これをですね、このね、惑星汚染ウイルスでですね、実質的に、ね、有効にしていきます。これエイリアンをリリースすると A カウンターをひたすら置いていくっていう、相手が出したモンスターにひたすら A カウントを置いていくっていうカードなんですけども、この惑星汚染ウイルスで相手のカードに A カウンターが置かれて、で置かれたモンスターが全部無効になっていくという、こういうコンボですね。まあ、この惑星汚染ウイルスのところはエイリアンキッズでもいいです。エイリアンキッズは特殊召喚に成功したモンスターにカウンターを置くっていう効果なんですけども、カウンター置かれたモンスターが無効になるんで、これもスキルドローインっていう、まあ、そんな感じですね。このコンボをね、5枚ドロー5枚サーチした上でやっていくんで、ものすごいね盤面になる。これをね、今日は皆さんにもお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。ヌルちゃん来てダースネークちゃん、あーハンド強っ。これは手札誘発もねケアできながら動けるんで、これかなり強いですね。さあではちょっと相手の裏側があるかどうかをチェックしましょうか。なさそうですね。ですね、まあ、スネークレインでとりあえずコスト爬虫類なんか適当なやつ切って、で、この4種類の冥界モンスターを送りますと。で墓地で存在する冥界の砂原ゾウハの方がこれコストなんでもいいです。これ
コストは何でもいい。で、ゾウ派回収。で、ゾウ派を召喚する。で、冥界いるから、墓地のヌルを特殊召喚することができるよと。はい。で、2体のモンスターでエクシーズ。キングレムリン。で、キングレムリン効果で、オーバーレイユニットを1つ使うと、爬虫類族モンスター1体を手札に加えることができるという効果。これによって、まあ、これもね、あの正直、あ、これはね、バスターかキッズだ。キッズがいいね。後でペンデラム召喚するんで、キッズかバスター、まあ、バスターの方がいいか。どっちかっていうと。まあ、どうせ持ってくるか関係ないけど。で、冥界の黄昏カースの効果、キングレムリンをリリースすると、このカードを墓地から特殊召喚する。で、カースが特殊召喚に成功すると、墓地のナイアを特殊召喚できるんで、ナイアを特殊召喚していくと。色味同じでね、いまいちわかんないっていうね、冥界のね、あの弱点はあるんだよね。で、冥界の檻ナイアの効果発動。ナイアは、冥界マジックトラップカードを一枚手札に加えることができる。で、ジャスイリンとかいうぶっ壊れカードね。これ発動時、爬虫類族を、デッキから墓地に送ることによって、デッ、墓地に5種類以上、爬虫類族がいれば、適当なモンスターを墓地から特殊召喚できると。爬虫類族だったらね、何でも特殊召喚できるカードに変わると。ねえ、レベル4のナイアにレベル4の仮面レオンをチューニングして、シンクロ召喚。これ、ハチチューナーって他にいんのかな？ハチチューナーなんか、いたら別にこれでもじゃなくてもいいけどね。で、マグマとカースで、まあ実質シンクロ召喚。現れろ。究極原神、アルティミトル・ビシバールキン。そして、アルティミトル・ビシバールキンの効果発動。これはよくね、ワンキルとかで使われてますよね。お互いのフィールド上に、好きな数だけね、そのトークンを生み出すっていう、ジャガンシントークンになる謎のトークンを生み出すっていう、この生み出す作業マジでめんどくさいっていうのがありますからね。毎回毎回選ばなければいけないというね。よしよし。そして、2体のモンスターで臨機召喚、召喚条件はモンスター2体。これでリプロドクス。リプロドクスは、リンク先のモンスターを選択した種族にするっていうね。これよくデビフラとかで使われてるカードですね。で、リプロドクスの効果発動。リプロドクスの効果によって種族を1つ宣言し、この爬虫類族を宣言していく。爬虫類族を宣言することによってリンク先のモンスターを爬虫類族にしていく。で、爬虫類族モンスターを含むモンスター2体でリンク召喚。レプティレスエキテウル。このモンスターがね、爆発的なアドバンテージを稼ぐモンスターですね。で、2体のモンスターでリンク召喚。マスカレーナ。エキゾイの効果使うと爬虫類しか出せなくなっちゃうんで、ここでマスカレーナをリンク召喚しておく必要があるということですね。で、エキドゥーナの効果を発動。エキドゥーナは相手のフィールド上の攻撃力がゼロのモンスターの数まで爬虫類をサーチすることができる。今何体いますか皆さん。そうなんですよ、5枚いるんですよ。やばくないですか。5枚ものカードを爬虫類モンスターをサーチすることができるんですよ。これが5枚サーチ、やばいでしょ。手札増えすぎだろ、やばすぎる。あとレベル4の適当な、なんか何でもいいな、キッズかなんかでいいか、こうしといて、ね、ペンデラムスケールをセッティングしていくわけですわ。まずはエンタメイト、リザードローとエンタメイト、ブランコブラをペンデラムスケールにセッティングしていく。で、ペンデラム召喚、これで3から5のモンスターが同時に召喚可能です。ペンデラム召喚、現れろ、俺様のモンスターたちよ、現れよ、エイリアンバスター、そしてエイリアンキッズ、そしてエイリアンキッズ、そして爬虫類族モンスター2体以上でリンク召喚、現れろ。この気持ち悪いね、この、カニをね、気持ち悪いカニを出して、そのバサミゼロール。そしてエイリアンバスターの効果をチェーンにすることによって、まあ、これウララとかも打ってるけどね、多分ね、相手ここまで見てたら。で、ソラバスターのゼロオールにバスターを置くと。バスターのカウンターを置くと。エイリアンカウンターを置く。で、デッキから手札に加えるのは、エイリアンリベンジャー。これ本当は惑星ウイルス、惑星汚染ウイルスを持ってくるんだけどね。で、ゼロオールの効果発動して、カウンター取り除くと、爬虫類族モンスターを一体召喚できるんで、これでレプティレスヒュドラを召喚。で、レベル4のエイリアンキッズにレベル2のレプティレスヒュドラをチューニング。シンクロ召喚、レプティレスラミア。ラミアはシンクロ召喚に成功した場合、フィード上の攻撃力がゼロのモンスターを全て破壊し、破壊した数だけドローすることができる。そしてこの効果によって俺は5枚のカードをドローする。ドロロロロロッツッツー。引くカードあんま強くないか。でもまあでも直面機の強いな。でさらにリザードローでさらにワンドロー。うわ強い、なんて強いんだ。これがですね、最強
5枚サーチ5枚ドローデッキのパワーです。やばいでしょやってること。これでまあ強いカードをね引き込めれば神戦とかあればねめっちゃ強かったんだけど、まあ一応これでこうして、これでまあエンドですかね。はい、あれ魔法カードがサンダーボルトとかにめっちゃ弱いんですよね、あのゼロオールが。なので、まあ、その辺をちょっとケアしていきたいといったところなんですけども、神戦とかでね、直命とかで、まあ、今回は直命引けてるんでかなり強いかなといったところ。怪獣とかにも弱いかな。あー追放ね、はいはい、追放はもうね、一回直命打ってからで、直命打ってで、惑星の汚染ウイルス、あー開幕ね、はいはい OK。これ今ね、惑星汚染ウイルスっていうカードこれ発動するんですけど、これ何かっていうと、エイリアンモンスターリリースして発動できて、相手のフィールドの召喚徳島さんだモンスター全部に A カウンターを置くっていう効果なんですよ。でカウンターが置かれた、モンスターがこのソラバサミゼロオールっていうなんか気持ち悪いこのカニの効果によって効果が無効になって守備表示になるっていう効果なんですね。だから実質なんかブルーディーとか、まあ、スキルドレインに近い相手だっけ、ブルーディーに近いか、ブルーディーみたいな感じですね。実質相手が出てきたモンスターが全部守備表示になって効果無効になる。あれか、バスターブレイダーみたいな感じかな、竜破壊の剣士バスタープレイダーみたいな感じです。はい、これで相手出してきたモンスター全部無効になります、効果が A で、ゼロールを攻撃しようとしてきたらあのアストラムになればいいし、まあ攻撃してこないようだったらアクセスコールとかかなんかになればいいと。メインフェーズ終了前ですよね、まあ、やることないんで相手でマスカレーナの効果によってリプロドックスを巻き込んでリンク召喚していくと。で相手何もできないんでここアクセスコールとか出していくと。はい、これが必殺ルート最強制圧で、アクセスコールトーカーの効果発動、アクセスコールトーカーの効果によって、2000打点アップしていく。これで世界終了です。世界が終わりました。もうあとはアクセスコールトーカーで破壊してぶん殴るだけです。ちなみに惑星汚染ウイルスの効果3ターン続きますんで、3ターンひたすら相手のモンスターが無効になります。はい、で直命で魔法を無効と。まあ、いわゆるですね、まあ、これが遊戯王っていうゲームといったところ。はい、相手何もできませんでした、お相手し。やばいでしょこれね、ぶん回るとこうなるんだよね、このデッキ。まあ、着席ありがとうございましたと言っておきましょう。ヌル来てくんねえかな。あー、ヌル来た。オッケー、誘発ケアできねえけど。まあ、ちょっとヌルの効果取るかな。ヌル効果。あ、通るね、オッケー。ヌル効果で、ゾウハを墓地送って、これはまあ、結構強いですね。で、ゾウハ効果で、手札切って、まあ、どっちでもよかったけど、まあ、風呂切って、で、回収。で、ゾウハ召喚、ヌル特殊。こうですね。で、2体で、エクシーズキングレムリンと。はいはいはい、キングレムリン来た。さあ、キングレムリンの効果発動。キングレムリンの効果によってオーバーレイユニットを1つ使い、ナイヤ持ってくる。これでね、あの スネークレイン打った時と同じような感じなんですよ。もうあのさっき多分1戦目スネークレインのあの対戦動画やってるんで、多分スネークレイン見てると思うんですけど、皆さんね、ナイヤでカースを墓地落として、でカース効果で、キングレムにリリースするっていう。こっからはもう完全に同じ動き、さっきと。でカース特殊でしょ。でカース効果、カース特殊が成功時、墓地で存在するナイヤを特殊化していく。絵柄マジで同じだから蘇生するの間違えるから注意してください。でナイヤ効果、冥界の邪水蓮を持ってくる。で邪水蓮効果でここで発動して、すると5種類になるんですよ、ちょうど墓地のハチュールズモンスターがちょうど5種類。これがね、非常に美しいコンボですよね。で、仮面レオンの効果、仮面レオンを特殊召喚して、であとは、シンクロ召喚してっていう動きですね。で気づいたら効果すわ。さあ、5枚のカードをサーチしていくぜ。まずはレプティレスヒュドラ、そしてさらにカードを手札に加えていく、レプエイリアンバスター、
これやっとおかしいでしょ、このサーチ能力。手札何枚増えてんだよ。でブランコブラとリザードローでペンデラムつけろセッティング。これで3から5のモンスターが同時に召喚可能。入れろ魂のペンデラム、電球にかけ光のワーク、ペンデラム召喚、現れろ俺様のモンスターたちよ。うわー、いけエイリアンキッズ、そしてエイリアンバスター。さらに俺は爬虫類族モンスター2体以上で臨床感、現れろ空バサミゼロール。さあでこの謎のカニを出して、そして、エイリアンバスターの効果と空バサミゼロールの効果をチェンジした発動。エイリアンバスターの効果によってカウンターを置いていく。あでですね、これエイリアンバスター来てるとき順番があって、エイリアンバスターを先に出してですね、これでカウンター届いて先に出して、で相手のモンスター全部にカウンターを置きます。はい、ペッ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 と、でソラバサミゼロの効果でフィールド上のエイリアンカウンターを2個取り除いてレプティレスヒュドラを出していくっていう。はい、でレプティレスヒュドラを爆誕させる。そしてレプティレスヒュドラとエイリアンキッズでシンクロ召喚、レプティレスラミア。皆さんラミアはどういう効果を持っているか覚えていますか。そう、相手の攻撃力がゼロのモンスターを全部破壊して、破壊した数だけドローすると、ダラララッと破壊して、バラバラ。この瞬間やばいでしょ。あんま手が強くないですね。リザードローで何引くかって話だけど。あー弱いね今回は。ちょっとあんま強いカード引けなかったけど、まあ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 、まあいいか。で、ハカーナと抹殺セットして、エンドかな。惑星の汚染ウイルスセットしてエンドかな。こうですね。これ、本当は、ここで制圧カード、例えば、まあ、バニティスペースとか、まあ、虚無、王宮の職名とか、ああいうカードが、あと、神戦とかね、ああいうカードが引けると、もう相手なんもできないっていう、そういうね、ことができるんで、まあ、それをやっとくのは結構いいかなっていう気はしますけど。あと、惑星汚染ウイルスの効果で、このエイリアンリベンジャーをリリースするだけのお仕事。リンツーエンド。これね、今回ね、マジでやばくて、サンダーボルトとか言われて終わるんですよ。ソラバサミゼロゴールを守れないんで、ちょっとそこだけ微妙かなっていう気がしますけど。あ、エンクね、オッケー。ライトニングストームとかも刺さるよ、結構。だから、攻撃表示モンスター破壊されちゃうんで、リンクモンスター全部破壊されちゃうんで、まあ、一応マスカレーナ素材にしてリンク召喚すればね、アストラムとかは出てきますけど、あれ制圧盤面にはならないっていう。当たり前に何もできないんだけどね。まあ、バスタープレイヤーが立ってるみたいなもんですから。よくよく効果読んでみるとマジで強いですから、ストラバーサミゼロールさん。まあ、ゼロールさん一体では何もしないっていうのが若干弱いところですけども。エイリアンカウンターを乗せるカードとコンボするとマジで相手世界が終わるっていう。はい。で、アクセスコールトーカーの効果を発動して、打点をアップして、あとはぶん殴るだけ。そして、冥界のジャスイレンの効果を発動させてもらうぜ。冥界のジャスイレンの効果により、俺は墓地になんか謎のエイリアンモンスター、エイリアンバスターを墓地送って、そして、墓地からモンスターを特殊召喚。現れろ、冥界神、オアグドアビス。そして、エイリアンバスターの効果を発動していく。やばいだろ、これ。最強、最強、控えめに言って最強。対戦ありがとうございました。アクセスインテグレーション、10枚アドバンテージ稼いでるのはさすがにやばい。高校はマジでやることないんですけど、まあ一応オクトアビスとかを出してなんか相手のモンスターを背負っていくっていう感じですかね、基本的には。まあ、スネークレイン来てるんで一応動けますけども、相手の制圧盤面によるかなっていったところ。サイバーレッドマイニング来たってことは、一番墓地を送るとサイバースモンスター1体を手札に加えるという効果。まあ宇宙が始まるかもしれませんね、これはね。さあ来たぞ、謎の最強モンスターレディデバッカー。あーコーデッケ強い、やばいぞこれは。一生リーク召喚でアドバンテージを稼がれていく気がするな。コードトーカーデッキですかねこれは。コールトーカーデッキ、めちゃくちゃ強くて、このサイバーレッド攻略買ってあると、コールトーカーが出てきたら、そいつと同じ属性のサイバー属モンスターをデッキがサーチするっていう効果を持ってるんですよね。これでひたすらにアドバンテージを稼がれて、リンクスを伸ばされていくというのが、まあ、一応その、まあ、コンボとしては最強のコンボになっております。理論上。
なるほどね。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 これ今何が起こってるか説明しますね。私はリンクモンスター以外のモンスターを特殊召喚できないんですけれども、リンク先がありませんので、まあ、実質モンスターは特殊召喚できません。はい、はい、ちょまあ、召喚とかはできますけど、一応効果発動とか召喚はできますけど、まあ、特殊召喚が全くできないといったところ、自爆特攻をしてなんかロック解除一旦するしかないんじゃね。バトル行け、イブリースで自爆特攻。あ、なんだそれ。あ、そんな効果あるの。あ、そんな効果あんの。え、無理なんだか。クソゲーだな。まあ、すげえでけえブーメラン去ってる気がするけど、めちゃめちゃクソゲーだわ遊戯王って。